磯風用に一時期用いられたペイント塩磯風は日本国有鉄道、分割民営化後は西日本旅客鉄道及び九州旅客鉄道が当初は米子駅博多駅間、末期は増田駅小倉駅間を山陰本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行していた特別急行列車である。主に山陰地方と九州を結んでいた優等列車の沿革についてもここで記述する。特急、磯風はそれまで運転していた特急、松風の系統分割により1985年3月14日から米子駅博多駅間で運転を開始した。1993年3月18日からは、運転区間を米子駅小倉駅間に短縮し、小倉駅博多駅間で空いたダイヤは、特急、日輪の増発に充当した。2001年7月7日からはさらに系統分割し、米子駅増田駅間は、スーパーくにびっきとして、磯風は、増田駅小倉駅間での運転に変更され、2005年3月1日に、廃止されるまでこの区間で運転されるようになった。なお、磯風という列車名は1965年から1968年まで山陽本線経由で大阪駅と九州を結ぶ特急列車の愛称として使用されていた。この磯風についてはこちらを参照のこと。増田駅小倉駅間で1往復のみ運転されており、下関地域鉄道部の下関車両管理室に入り出くするための回送列車が下関駅小倉駅間で1往復運転されていた。2001年7月のダイヤ改正で系統分割したため、増田駅ではスーパー松風3号10号と相互接続していた。しかし、増田駅では乗り継ぎ料金制度は適用されなかった。列車番号は運行線区で変更なく、下りは 29D、上りは 30D であった。増田駅東萩駅長門市駅滝部駅、川棚温泉駅下関駅小倉駅、運転開始当初の停車駅は次の通り。米子駅松江駅出雲市駅太田市駅、江津駅浜田駅増田駅東萩駅、長門市駅川棚温泉駅下関駅。小倉駅黒崎駅博多駅 JR 西日本の下関地域鉄道部に所属し、下関車両管理室に配置されていたキハ181系気動車が使用されており、普通車のみ3両編成で運転されていた。米子駅安木駅伊谷駅松江駅新寺駅、出雲市駅太田市駅人志満駅湯の津駅、江津駅浜田駅美保三隅駅増田駅、江崎駅須佐駅名古駅東萩駅玉江駅長門市駅長門古市駅人丸駅滝部駅長門二見駅小久寺駅川棚温泉駅安岡駅下関駅小倉駅キハ 58.28 軽気動車急行列車の運行経路は多様であり、特に急行三部秋吉は最盛期には峰線経由、山陰本線経由、山口線経由と様々な運行形態であった。これは、増田駅下関駅間の走行距離が、山陰本線経由、峰線経由、山口線経由で大差がないために実現したものである。これを利用して、新寺では、増田駅下関駅間を、山陰本線経由と山口線、山陽本線経由の編成に分割した後、再度並結して一本の編成になる運用を行い、八雲、八重が、木、三部では、長門市駅下関駅間を、山陰本線経由と峰線経由の編成に分割した後、それぞれの経路で走行した後、再度並結して一本の編成になるという運用を行っていた。特に後者は1985年に、三部の峰線経由が廃止になるまでは日本で唯一の事例として残っていたため、離婚、再婚列車とも呼ばれた。ありがとうございます。